さあでは早速最初のコーナーこちら、沖縄爆笑伝説。いやギリギリまでこの、また言うばや。もういいよや。だからここ汗かくんだ。いやいやいや、死にたがってますよ。なんで遅れてきてここ汗かいてるわ。取るな取るな取るな。すごいな。ここが光ってるから。取るな取るな取るな。時間がもったいないわ。取るな取るな取るな。ここがビールジョッキみたいになってるから。ギンギン逃げる。今週のお題は興奮となっておりますね。はい、興奮したエピソード送ってきてください。お願いします。あのテレビで流せるやつお願いしますね。そうですね、そういうことですよ。お題興奮って受けますよね。ね、いきますよ、一発目。はい、ヒープネーム、助っ人にならない助っ人さん、どうもありがとうございます。数年前の正月、おみくじを引こうと並んでいたら、前の方で外国人が騒いでいた、うん、よく見たら自分の二の腕のタトゥーの今日という文字とおみくじを指さして、おお、同じ同じと興奮していた。ヒットしたんだ、一緒で同じお前と同じの。そもそもここに今日って入ってたんですね。もっといい言葉たくさんあるだろう。大吉でもかっこ悪いですよね。大吉、だここ今日入って大吉に引いたら、おーのーって一緒じゃなかった。おかしいよ。続いて、さあ続いて、ヒープネーム、エイジ伊達さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うちの2匹の猫は日頃大人しいが、通販番組に出てるクリス松村を見るとニャーニャーと泣き出す。なんか出てるんだろうな、ね、猫を対象興奮させる、なんかが対象なんだ、あのエラの方に。なんだばエラの方に感じるものが。ヒープさん今日髪型ちょっとクリス松村うるさいよ。あ、本当だ本当だ。そうな、猫が今ちょっと興奮してるかもしれない。今映った時猫ないから。俺クリスさんと一緒ってことなのか。はい、続きまして、ヒープネーム、キューグシカワシの俺さんからいただきました、はい、ありがとうございます。うちの長女が1歳の時、初めてのクリスマスツリーに興奮し、飾り付けの雲を黙々と食べていた。わたあめと思ったら、お祭りのみたいな。ダメだよ、口の中も気持ち悪い。パサパサ、なんかもう、なんかピクニーが出てて、出てなる、なんか。はい、じゃあ続いて、はい、ヒープネーム、ルパン返した藤子さんいただきました、ありがとうございます。考えてみると、人生で一度も興奮って漢字で書いたことがない。読めるけど書けない感じかも。書かないで確かに過ごせるかも。こうは書けますよね。今日もこうなん、こうが書けない。ふんが難しいな。他で書くところもないしね。もう最近目が老眼になってきてからよ、あの興奮のふんのこの辺はよ、あれ何本あるか全部書いてない。もう決まってますよ、何本か。雰囲気ですよね。雰囲気じゃない、決まってますよ。こうやって書くかもしれない。ちょっとごまかしごまかし。シュシュシュ。続いてこちら、ヒープネーム、ヤンバル804さん、ありがとうございます。ゴルフコンペで340ヤードをワンオンさせた友達が興奮して手を振り上げると、勢いでドライバーが崖の下に飛んでいった。思い出の品。やったー、高いドライバー。340飛ばしたってことは死に高いの持ってた。死に高いやつですね。ちょっとロープ伝って降りていて、これでいいの？これなる。いや、それに行っても引き合うぐらいのやつですね、多分ね。はい、ではあり。はい、皆さんの興奮にまつわる爆笑エピソードお待ちしております。はい、はい、投稿していただいた方全員にプレゼントの当たるチャンスがあります。スターシャーターズ映画鑑賞券を4名様にプレゼントします。はい、はい、そして大相撲沖縄場所ペア1組様にプレゼントしますよ。はい、そしてはい、そしてこちらですね、世界ナンバーワンカバメーカー、フレシネ社が爽やかで厚みのある味わい、フレシネコルドンネグロを3名様にプレゼントします。かっこいい、はい、うん、さあそして見事新たな爆笑伝説に認定された方にはこちら、はい、番組オリジナルの爆笑伝説のステッカーあげて、はい、アーリー、はい、新ヒープホップオリジナル5000円分の楽天 ID カード、どちらか一つを差し上げます。車輪でおなじみ楽天 ID はポイントもたまる便利な電子マネーです。ホームページでお得な情報もチェックしてください。はい、今日もメールはこちら、ヒープアットマーク otv.co.jp まで送ってきてください。お待ちしてます。生放送ですからね、たくさんの参加お待ちしておりますよ。はい、続いてはこちら、沖縄爆笑伝説のパート2だよ。
さあ、はい、今週のお題は興奮ですね。皆さん何に興奮してるんですかね、はい、いきますよ、イブネーム大和ママさん、ありがとうございます。普段はデイジー目つきも悪く見た目もクールな旦那が大好きな貝やカニを食べるときは興奮してやだ美味しい何これとおねえ言葉になる。なんでやだ美味しい何これ3つスイッチが入るか分かりますね。はい、続いて、はい、さあ続いてこちらですね、ヒープーネーム浦添ぎのの僕伊平屋さんいただきました、ありがとうございます。ワッター犬飼って2年になるけどずっと発情している。怖い理由の忙しいな忙しいな、絶対寿命短いですよね。ずっと緊張状態みたいな。いつスイッチが入るか分かりますよね。あの今日お題がですね興奮ということなんですけど、なんか興奮することあります？やはりもうライブの前の日も今日なんかめっちゃ興奮してますからね。そっか、やっぱりアーティストの皆さんは明日ライブという日は興奮して、はい、でも早く眠らないといけないでしょ、明日本番だから。だからよ、今日眠れるか問題よ。誰が寝かすんですか。もし眠れないと明日本番で寝てください。いやだめだよ、お金払って眠るの見たら全然いい。はい、続いてヒープネームピコピコスマッシュさんからいただきました、ありがとうございます。自分の結婚披露宴で新郎新婦入場で興奮してたのか、うん、気づいたら隣の嫁さんを結構な距離で置き去りにしてた。後日披露宴の DVD を確認したら式場スタッフさんが俺を一生懸命止めていたのに俺は総無視状態で歩いていました。これあるあるだよ、緊張してるね。テンパって歩くのが早くなって、うん、後ろ全然見てない、しっかりないっていうね、後で大喧嘩ですね。そう、何で無視しておいてよみたいなね。はい、じゃあ続いて、はい、あ、これだ、これだ。はい、はい、どうぞ。はい、ヒープネームアゴベルト中里さんからいただきました、ありがとうございます。数年前大阪で挿し木ナンバーの原付を見た時の興奮は忘れない。あ、すげえ挿し木、挿し木のだ、挿し木嬉しい、絶対感動するでしょ、呼び止めるよ。挿し木、挿し木ですもんね。綾野さんじゃないですよね。絶対カイアンの話しようぜ。カイアンとね、あんな広いところで挿し木ナンバーで絶対読み止めたくなるよね。挿し木の人でしょ、挿し木で絶対ね。嬉しいな。イブネーム、亀吉ラブさん、ありがとうございます。小学5年の時墓のところで友達のヒーコーと遊んでいたらエッチな本を見つけて2人で見ていた。俺がすごいなマジかとドキドキして言うと、お前ガキだな、こんなもんで興奮するなというヒーコーの鼻筋から鼻血が一筋。分別。金千人やしょ。ねえこれや、あんまりでもや。これこれ見たことあるよや。鼻血。はい、時間ですね、皆さんどうもありがとうございました。明日のライブ頑張ってください。明日ね。お前の仕事。さあ、続いてはアリーのコーナー。ありがっこい、頑張れ、どうも、はい、アーリーです。このコーナーは私、山の葉が皆さんのお悩みや失敗談を漢字一文字でズバッとぶった切りにしてしまうコーナーです。そうですね、はい、それでは今週のお悩みを小刻みさんお願いします。はい、来ております。ヒップネーム大和ママさんいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。今年もあとわずかになりましたね、うん、はい、家事に育児に仕事にと年末に向けて忙しくなります。そうですね、そこでアーリー、はい、気合が入る一文字ください。気合が入る一文字、うん、はい、年末に気合が入る一文字、うん、年末に気合がね、うん、それでは、はい、アーリーよろしくお願いしま す, お願いします。サクサクいくんですね、いきます。サクサクいくでしょ、ありやっかい、うん、理由は分かるでしょ、この、うん、ね、そうそうそう、来年にね頑張れるように、うん、電子辞書いきましたね、うん、気持ち切り替えて、はい、急いで、はい、急いでよ、ね、あんまり CM 中に急いで書くもんじゃないよこれ。よし頑張ってよ、急いで書くのじゃないから、こんな生放送だよ、 G はちゃんと書いてよ、編集はできないんだよこれ、 G はちゃんと書いてよ、急いでよ、尺がある尺が、うん、ね、もう長いよやってから、うん、こっちはあんまりつなげないよ。よく言ってないと、なんか言っといてよ、ね、現場逆に引っ張ってますね、はい、できました、はい、行きましょう、
はい、はい、決まりました、出ました、できた、はい、ではアーリーよろしくお願いします。年末の楽しみといったら忘年会じゃないでしょうか、みんなで集まってワイワイして、はい、なんでですか、滑ってます、何、あ、いや、いい、ごもっともだなみたいな、いや、当てこうと、うん、当たって、なんか言わないと、宴ね、当たこう、仕事して仕事、上のスペース広いんじゃない、だからね、忙すからだよ、早く閉めて、はい、このコーナーポジティブになりたい皆さんのお悩み、しっかりとお待ちしてください、バイバイバイバーイ。いや、小さい声で早く閉めて早く閉めて言わんけよ、あれのコーナーで差し入れやでよっはい、ということでアーリーのコーナーでした、ありがとうございました。さあ、続いてのコーナーはアリー車社会の窓全開、ブーカー川柳、力強い、うん、いいですよ、イエーイ、イエーイ、はい、うん、はい、このコーナーは車社会沖縄を読んだ五七五の川柳を募集しています。採用され見事最優秀作品に選ばれた方にはこちら、うん、沖縄県トヨタグループより30分の1精密スケールミニカー CHR をプレゼント、うん、かっこいい、これリアルな、めっちゃかっこいい、はい、はい、それでは今週のノミネート作品を紹介しましょう、はい、行きましょう、さあ行きましょう、はい、まずはヒープネームやけな嫁さんからの作品です。どうぞ。信号待ち青になるまでかと格闘、あー、これデジアナパターンだ、もう最悪じゃん、これ、これ窓開けてもさ出ていかない、そうなんですよ、行かない、窓フロントガラスのここにいるカーの叩きにくいこのちょっと吊りそうになってこれ恥ずかしいですねこれやってるんですか、これやってるんですか、これが叩きやすい、ここに入るから全然知らんしステージ内が集まる、骨が痛いんですよね、やだやだ、続きましてイープレームフランダースの猫さんからいただきました、こちらの作品、おばあが言う車のサビ見て飽きサビよ、ダジャレだ、いやオバー言うんだ、オバーダジャレだ、これオバーではないですか、ね、特殊なオバー、いやそれはそうでしょ、はい、フランダースの猫さんから届いたやつですから、うん、もう大丈夫だ、なんでこれモーリーが読むかっていうのもある、そうなんです、キャンさんのなんかあるんですよね、なんかあるよ、回り回ってね、作家さんのね、はい、じゃ続いて、はい、次はですね、ヒープネームカッチサビタンさんからいただきました、はい、こちら、はい、焼き芋、石焼き芋、嫁ダッシュ、おありますね、まあ、寒くなってくるとね出ますよ、今から時期ですね、孫ダッシュとかも多いですけどね孫ダッシュ、おばあが孫に行かすな、あー買ってこいっつって、ね、あれ死に高いですよね、でも高くないよや、最近買ったことないか、高くないよや、死にいい値段だよや何をフォローしてる場合やちょっとな、ちょっとわかるけどな続いてこちら。いや、全くキッチから参見やほらや。すいません。美味しいよ。美味しい美味しい。ヒープネームカーツリーさん。こちら。後続者、うん、大名行列、俺の祖父。は。どういうこと？後続者大名行列。俺のさ、あ、おじいちゃんが自転車から原因作ってタイヤがタイヤだなと思ったら俺のおじいちゃんだったこと、 ありますね。わかりました、じゃあ、はい、うーん、僕はもう個人的にやっぱりもうこれなんで、あれ痛い、骨が痛い、はい、ヒープネーム、やけな嫁さん、やけな嫁さん、はい、おめでとうございます、はい、これはデージ以外だ、車の中に殺虫剤撒いても殺虫剤の匂いして、違うか嫌なダッシュボードがキキ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 キはい、ハイブリッド沖縄、ハイブリッドの沖縄トヨタから新型車の情報が届きました。世界中のユーザーから愛され続け高い評価を得ているハイラックスが国内復活のリクエストに応え13年ぶりに日本市場に帰ってきました。衝突回避システムなど搭載で安全面に最大限の配慮、 2.4 リットルディーゼルエンジンを搭載し優れた環境性能を実現、走行距離リッター 11.8km と低燃費化も実現し実用性も格段に向上しました。
またエクステリアにはタフ&エモーションをコンセプトに迫力と躍動感を表現。世界中で鍛え抜かれたタフさを感じさせます。世界中で愛されるピックアップカートヨタハイラックス、沖縄トヨタの本社実着店茶壇店で体感しましょう。はい、いいな、かっこいいな、これ。はい、以上カーセン流のコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてはゲストが来ておりますよ。どうぞ。イエーイ、どうも。紹介しましょう。常田慎一郎さん、そしてグリーンピースのシンさん、はい、そして酒井さん、ゆきさんです。お願いします。見えてるかな、見えてるかな。まあ、パッと見たら、何の集まりかな。モアイですけれども。モアイです。モアイじゃない。そんなに仲良くなさそうでもありません。モアイはやりません。そうなんです、やりません。イベントっていう、ライブがあるんですよね。はい、小刻みだくりセッションボリューム5ということで、ヒューマンステージ、山梨にあるヒューマンステージで、12月10日、来週日曜日ですね、開催されます。お笑いからは小刻みインディアン、年度新一郎、そしてアーティストからはユッキーと、そしてグリッピース、そしてパフォーマーの酒井を加えてのイベントとなります。もう5回目になるんですね。そうです、おかげさまで。皆さんの名前が入ってるんですよね。小刻みだグリッセッション。そうなんです。ちょっとダーさんだけがね、チレンダさんだけがもうなんかね、迫害されてる感じがありますけど、出資金が少なかったんで、名前が入ってる。いつも集客が少ないからよ。そうだったんだ。内容は今後も、みんな、まあ、それぞれの、まあ、歌だったりお笑いだったりもあるんですけれども、あと、まあ、お笑いのコーナーやって、ミュージシャンの人たちも一緒にやったりとか、今流れている曲が、実は曲作りまして、みんなで、このライブのテーマを、小刻みも歌ってるんですか。歌ってソロパートがちょっとあります。まあ、小刻みインディアンを歌ってるっていうか、語ってるっていう、大体文読んでるみたいな朗読に近い。はい、12月の10日日曜日ですので、皆さんぜひ足を運んでください。お願いします。では皆さん、もうちょっと遊んでいってもらってもいいですか。その集まりだよね。福祉川から遠いから、1時間半喋っていいか。俺作曲の文句しか言ってないな。白マード沖縄爆笑伝説パート3、黒マード、白マード。はい、今週の話題は興奮となっております。はい、ヒップネーム月明のチャンネルさん、どうも。40超えの妻が牧港のパイプラインの坂を自転車で立ちこぎしていたのを目撃した時の興奮は計り知れない。嫁が立ちこぎ、なんか我が嫁が妻の立ちこぎって面白いですよね。妻の立ちこぎ、なんかエロいね。いやが言わんてや、エロいだけは言わんて。ありがとうございます。私の身元で今日興奮っていうお題なんですけど、なんか興奮することありますか。なんでしょう、私は岡田のぞみですけれども、結婚披露宴のね、司会をこれでやったりするとか、ご格好で終わった、終わった後にありがたいことに写真撮るみたいな感じで、おばちゃんとかが来るんですけど、同じおばちゃんだと思ってるんでしょうね。割とたわわな胸を押し付けて一緒に写真撮ってそうかも、同棲みたいな感じで、まあ興奮しますよね。ちょっとそれ新一郎が出てるじゃないですか。新ダロンが出てる。気をつけてください、皆さん気をつけてください。なんかおばちゃんってぶつけてくるよね。なんでなんですかね。なるほどね。イブネームアッキーさん、どうも。公園に行くと興奮した野良犬が僕のところに必ず寄ってくる。なんか出てるんでしょうね。ダーが出てるね。いや、ダーが出てる。足がつくんだよ。恥ずかしいですよね。家に遊びに行った時とか。蹴ることもできんし。ダメだよ。リプネーム、ハーメイとハーモーの娘さん。ありがとうございます。うちの愛犬は興奮すると家中を猛スピードで走りまくる。フローリングでは滑るので、ザザザザって滑りながら、なおも走る。しかし何に興奮しているのかわからない。コーナーで壁に当たってたりする。ドリフトしてくる。斜めになってる。いろいろ見えるって言いますからね、動物さん。専門家。
時間ですね。酒井さんも。時間ですよ。酒井さん行きますよ。はい、涙グリセッション。怖い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 。すげえ。今週のギリ国。さあ行こうか。行きましょう。まずはアーリーから。はい。メガネ一番からのお知らせです。メガネ一番では1年分の感謝を込めて年末バーゲンを開催中。バーゲン限定のお値頃セットとしておしゃれなメガネの数々を税込み3980円からご用意しています。さらにメガネを5000円以上お買い上げするごとに500円分の三栄商品券またはオークス商品券をもれなくプレゼント。年末はメガネ一番、メガネ一番歳末バーゲンへ。はい、じゃあ続いてはサネ。はい、シマウマプリントからのお知らせです。シマウマプリントではパソコンやスマホに溜まった写真からご覧のような素敵なフォトブックを作ることができますね。こんな感じで、でですね、こちらサイズやレイアウトの種類も豊富なんですね。いろんな大きさあります。はい、自分だけのフォトブックが作成可能。1冊190円からと値段もお手頃です。詳細はこちら。はい、じゃあ続いて森。はい、寺田恵子さんからコメントが届いております。どうぞ。沖縄テレビをご覧の皆さん、庄屋のボーカル寺田恵子です。この度12月9日にライブハウスセブンスヘブンコザで行われる17周年イベントに出演することになりました。イベント自体は12月8日に前夜祭があって9日10日と 2days あります。私が出演する12月9日には沖縄の伝説的バンド紫のジョージ紫さん、それからラウドネスの高崎明さん、セックスマシンガンズも出演。皆さんぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、はい、こちらのライブのチケットペア3組様にプレゼントします。はい、では最後はアリ。はい、劇団オゼが送る舞台日付変更戦2017が那覇市松尾にある我が町の小劇場にて開催中です。役者脚本総出演総勢41名が生み出したショートストーリー50作品や2つの中編作品を12月17日までのロングラン公演にてお届けします。はい、開催日時などの詳しいお問い合わせは劇団オゼまでよろしくお願いします。はい、さあ、ヒップホップそろそろお別れの時間です。この番組はありがとうございました。沖縄県トヨタグループドコモ、ローソン沖縄、沖縄サントリー、マルユーグループ、日本食券各社の提供でお送りしましょう。はい、今週もたくさんのメール本当にありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週は誰でしょうか。大阪で挿し木ナンバーの原付を見つけたヒープーネームアゴベルト中里さん、おめでとうございます。これは興奮する。興奮しますね。信号で止まってたら絶対あるしかないね。挿し木っていうのがいいですね。なんで持って行ったってことだからね。あっちまで合併前の話ですからね。そうですよね。男女子になる前の話ですから、ね、さらに合併前なんだもんね。面白い。おめでとうございます。認定されたアゴベルト中里さんには、はい、ヒップホップ特製5000円分の楽天 ID カードと、はい、番組オリジナル沖縄爆笑伝説ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。今週のプレゼントの当選者ご覧の方々となっております。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、そうですね。感想、はい、ではヒープネームタチャーンさん、はい、久しぶりじゃないね。韓国のステーキ超興味あります。行ってみたいです。あ、面白そうっすよね。行ってみたいな。ぜひヒープホップを見たと。あ、ぜひ行ってくださいね。はい、ヒープネームアミちゃん、生写真のコーナーまたやってほしいです。あ、やりますよ。はい、ね、いいっすね。やりましょう、ね。行ってて楽しい。はい、平和んちさん、ヒープさん、髪型クリス松村さん意識してる？うん、似合ってるよ。似てますよね、ちょっとね。オープニングからもね言ってましたけど。ただ今。やりたいんだけど真似を、うん、何にも浮かばないわけ。どんなセリフとかないですか。普段は何が決めセリフなの。エラーですよ、エラー。エラー髪型つってるからね。ふんづけちゃうわよとか。いやいやいや、おすぎっぽいし。来週のお題、
はい、はい、それでは来週のお題を馬でお願いします。結構時間があるんだね。およでーす。 あったね、こんな時。こんな時長くあるんだ、時間が。フレシネ社が爽やかで厚みのある味わい、フレシネコルドンネグロを3名様にプレゼントします。かっこいい、はい、さあ、そして見事新たな爆笑伝説に認定された方にはこちら、おい、番組オリジナルの爆笑伝説のステッカーあげて。はい、アーリー。はい、新ヒープホップオリジナル5000円分の楽天 ID カード、どちらか一つを差し上げます。車輪でおなじみ楽天 ID はポイントもたまる便利な電子マネーです。ホームページでお得な情報もチェックしてください。はい、今日もメールはこちら、ヒープアットマーク otv.co.jp まで送ってきてください。お待ちしてます。生放送ですからね、たくさんの参加お待ちしておりますよ。はい、続いてはこちら、沖縄爆笑伝説のパート2だよ。さあ、今週のお題は興奮ですね。皆さん何に興奮してるんですかね。はい、いきますよ、イブネーム大和ママさん、ありがとうございます。普段はデイジー、目つきも悪く見た目もクールな旦那が大好きな貝やカニを食べるときは興奮して、やだ美味しい、何これとおねえ言葉になる。なんでやだ美味しい、何これ。3つスイッチが入るか分かりますね。はい、続いて、はい、さあ続いてこちらですね、ヒープネーム浦添宜野の僕伊平屋さんいただきました、ありがとうございます。ワッター犬、飼って2年になるけどずっと発情している。かわいい、自分の忙しいな、忙しいな、絶対寿命短いですよね。ずっと緊張状態みたいな。いつスイッチが入るか分かりますよね。あの、今日お題がですね、興奮ということなんですけど、なんか興奮することあります？やはりもうライブの前の日も今日なんかめっちゃ興奮してますからね。そっか、やっぱりアーティストの皆さん、明日ライブという日は興奮して、でも早く眠らないといけないでしょ、明日本番だから。だからよ、今日眠れるか問題よ、もう。誰が寝かすんですか。もし眠れない場合、明日本番で寝てください。いや、だめだよ、お金払って眠るの見たら現実に。はい、続いてヒープネームピコピコスマッシュさんからいただきました、ありがとうございます。自分の結婚披露宴で新郎新婦入場で興奮してたのか、気づいたら隣の嫁さんを結構な距離で置き去りにしてた。後日披露宴の DVD を確認したら、式場スタッフさんが俺を一生懸命止めていたのに、俺は総無視状態で歩いていました。これあるあるだよ、緊張してる、テンパって歩くのが早くなって後ろ全然見てない、しっかりないっていうね。後で大喧嘩ですね。そう、何で無視しておいてよってみたいなね。はい、じゃあ続いて、はい、あ、これだ、これだ。はい、どうぞ。はい、ヒープネーム、アゴベルト中里さんが…あ、一気みたいになってるから。ギンギン逃げやした。はい、今週のお題は興奮となっておりますね。はい、興奮したエピソード送ってきてください。お願いします。あの、テレビで流せるやつお願いしますね。そうですね。そういうことですよ。お題興奮って受けますよね。ね、いきますよ、一発目。はい。ヒープネーム、助っ人にならない助っ人さん。どうも。ありがとうございます。数年前の正月、おみくじを引こうと並んでいたら、前の方で外国人が騒いでいた、うん、よく見たら自分の二の腕のタトゥーの今日という文字とおみくじを指さして、おお、同じ同じと興奮していた。ヒットしたんだ、一緒で同じ、お前と同じの、そもそもここに今日って入ってたんですね。もっといい言葉たくさんあるだろう。大吉でもかっこ悪いですよね。いや、大吉、いやだ、ここ今日入って大吉に引いたら、おーのーって言うのが一緒じゃなかったおかしいよ。続いて、さあ続いてヒープネームエイジ伊達さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うちの2匹の猫は日頃おとなしいが、通販番組に出てるクリス松村を見るとニャーニャーと泣き出す。なんか出てるんだろうな、ね、猫を興奮させるなんかが対象なんだ、あの
エラの方に。なんだばエラの方。感じるものが。ヒープさん今日髪型ちょっとクリスマスの。うるさいよ。あ本当だ。本当だ。そうな。猫が今ちょっと興奮してます。今映った時猫ないから。俺クリスさんと一緒でございます。はい続きましてヒープネーム旧串川市の俺さんからいただきました、はい。ありがとうございます。うちの長女が1歳の時初めてのクリスマスツリーに興奮し飾り付けの雲を黙々と食べていた。わたあめと思ったらお祭りのみたいな。やばいね、お口の中も気持ち悪い。パサパサ。なんかもうなんかピクニックになるなんか。はいじゃあ続いて。はい。ヒープネームルパン返した藤子さんいただきました。ありがとうございます。考えてみると人生で一度も興奮って漢字で書いたことがない。読めるけど書けない感じかも。書かないで確かに過ごせる、ね。こうは書けますよね。今日まあこうなんこうが書けないですよね。ふんだ難しいな。他で書くところもないしね。もう最近目が老眼になってきてからよ。あの興奮のふんのこの辺はよ。あれ何本あるか全部書いてない。もう決まってますよ。何本か。雰囲気ですよね。雰囲気雰囲気じゃない。決まってますよ。こうやって書くかもしれない。ちょっとごまかしごまかし。シュシュシュ。続いてこちら。ヒープネームヤンバル8043ありがとうございます。ゴルフコンペで340ヤードをワンオンさせた友達が興奮して手を振り上げると勢いでドライバーが崖の下に飛んでいった思い出の下書けない感じかも。書かないで確かに過ごせる、ね、こうは書けますよね。今日まあ今日こうなんこうが書けないですよね。ふんだ難しいな。他で書くところもないしね。もう最近目が老眼になってきてからよ。あの興奮のふんのこの辺はよ。あれ何本あるか全部書いてない。もう決まってますよ。何本か雰囲気ですよね。雰囲気じゃない。決まってますよ。こうやって書くかもしれない。ちょっとごまかしごまかし。シュシュシュ。続いてこちら、ヒープネームヤンバル8043ありがとうございます。ゴルフコンペで340ヤードをワンオンさせた友達が興奮して手を振り上げると勢いでドライバーが崖の下に飛んでいった思い出の品。やったー。高いドライバー340飛ばしたってことは死に高いの持ってる。死に高いやつですね。いやちょっとロープ伝って降りていて取りに行ってもなる。いや取りに行っても引き合うぐらいのやつですね多分ね。はいではあり。はい皆さんの興奮にまつわる爆笑エピソードをお待ちしております。はい、はい、投稿していただいた方全員にプレゼントの当たるチャンスがあります。スターシャーターズ映画鑑賞券を4名様にプレゼントします。はい、はい、そして大相撲沖縄場所ペア1組様にプレゼントしますよ。はいそしてはいそしてこちらですね、世界ナンバーワンカバメーカーフレシネ社が爽やかで厚みのある味わいフレシネコルドンネグロを3名様にプレゼントします。かっこいい、はい、さあそして見事新たな爆笑伝説に認定された方にはこちらおい、番組オリジナルの爆笑伝説のステッカーあげて。はいアーリー。はい新ヒープホップオリジナル5000円分の楽天 ID カードどちらか1つを差し上げます。車輪でおなじみ楽天 ID はポイントもたまる便利な電子マネーです。ホームページでお得な情報もチェックしてください。はい今日もメールはこちらヒープアットマーク otv.co.jp まで送ってきてください、はいはい、待ちしてます。生放送ですからねたくさんの参加お待ちしておりますよ。はい続いてはこちら沖縄爆笑伝説のパート2だよ、うん、さあ、今週のお題は興奮ですね。皆さん何に興奮してるんですかね、はい、いきますよ、イブネーム大和ママさんありがとうございます。普段はデイジー目つきも悪く見た目もクールな旦那が大好きな貝やカニを食べるときは興奮してやだ美味しい何これとおねえ言葉になる。何これ美味しい何これ三つスイッチが入るか分かりますね。はい続いてさあ続いてこちらですねヒープネーム浦添。小学5年の時墓のところで友達のヒーコーと遊んでいたらエッチな本を見つけて二人で見ていた。俺がすごいなマジかとドキドキして言うとお前ガキだなこんなもんで興奮するなと
という卑弥呼の鼻筋から鼻血が一筋分です。金千人やしねえ、これやあんまりでよやこれこれ見たことあるよや。はい、時間ですね。皆さんどうもありがとうございました。明日のライブ頑張ってください。明日ね、頑張りましょう。さあ、続いてはアリーのコーナー。アリーやっこい、頑張れ。はい、アリーです。このコーナーは私、山の葉が皆さんのお悩みや失敗談を漢字一文字でズバッとぶった切りにしてしまうコーナーです。そうですね。はい、それでは今週のお悩みを小刻みさんお願いします。はい、来ております。はい、ヒップネーム大和ママさん、いただきました。ありがとうございます。今年もあとわずかになりましたね。はい、家事に育児に仕事にと年末に向けて忙しくなります。そうですね。そこでアリ、はい、気合が入る一文字ください。気合が入る一文字、うん、はい、年末に気合が入る一文字、うん、年末に気合がね、うん、それでは、はい、よろしくお願いします。お願いします。サクサクいくんですね。いきます。サクサクそうだよ。あり100回、うん、理由は分かるでしょう。この、うん、ね、そうそうそう、来年にね頑張れるように、うん、電子辞書来ましたね、うん、気持ち切り替えて、はい、急いで、はい、急いで急いでよ、ね、あんまり CM 中にスタッフが何て言ったか思い出して急いで書くのじゃないから、こんな生放送だよ。字はちゃんと書いてよ。編集はできないんだよ、これ。字はちゃんと書いてよ。急いでよ。尺がある、尺が。うん。ね、もう長いよ、やってから、うん。こっちはあんまりつなげないよ。よく見しないと。なんか言っといてよ。ね、現場、逆に引っ張ってますね。はい、できました。はい、行きましょう。はい。はい。参りました。出ました。できた。はい、では、アーリー、よろしくお願いします。年末の楽しみといったら忘年会じゃないでしょうか。みんなで集まってワイワイして、はい、なんでですか、滑ってます。何、あ、いや、いい、ごもっともだなみたいな、うん、いや、当たっと、うん、当たって、なんか言わないと宴ね、当たっと、仕事して仕事、上のスペース広いんじゃない。だからね、忙すからだよ、うんうん、早く閉めて。はい、はい、このコーナーポジティブになりたい皆さんのお悩み失敗のお待ちしてください。バイバイバイバーイ。いや、小さい声で早く閉めて早く閉めて言わんけよ。あれのコーナーで差し入れ、ね、っすね、あー、買ってこいっつって、ね、あれ、高いですよね、でも高くないよや、最近買ったこと高くないよや、死にいい値段だよや。何をフォローしてるばや。ちょっとな、ちょっとわかるけどな。続いてこちら。いや、全くキッチから参見やほらや。マジで。美味しいよ。美味しい美味しい。ヒープネームカーズリーさん。こちら。皇族ちゃん、大名行列、俺の祖父。は。どういうこと？皇族ちゃん、大名行列。俺のさ、あ、おじいちゃんが自転車で原因を作って大破が大破だなと思ったら俺のおじいちゃんが大破だ。 ありますね。わかりました。じゃあ、はい、うーん、僕はもう個人的にやっぱりもうこれなんで、あれ、お願いたい、はい、ヒープネーム、やけな嫁さん、やけな嫁さん、はい、おめでとうございます。はい、これはデージ以外だ。車の中に殺虫剤撒いても殺虫剤の匂いして、なんか嫌なダッシュボードがキキ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 。はい、ではあり、はい、おめでとうございます。最優秀作品に選ばれたヒープネームやけな嫁さんにはこちら、沖縄県トヨタグループより30分の1精密スケールミニカー CHR をプレゼントします。これはかっこいいですね。めっちゃかっこいい。じゃあ、アリからお知らせ。はい、はい、ハイブリッドの沖縄トヨタから新型車の情報が届きました。世界中のユーザーから愛され続け高い評価を得ているハイラックスが国内復活のリクエストに応え13年ぶりに日本市場に帰ってきました。衝突回避システムなど搭載で安全面に最大限の配慮、 2.4 リットルディーゼルエンジンを搭載し優れた環境性能を実現、走行距離リッター 11.8km と低燃費化も実現し実用性も格段に向上しました。またエクステリアにはタフ&エモーションをコンセプトに迫力と躍動感を表現、
世界中で鍛え抜かれたタフさを感じさせます。世界中で愛されるピックアップカートヨタハイラックス、沖縄トヨタの本社実着店茶壇店で体感しましょう。はい、いいなぁ、かっこいいなこれ。はい、以上カーセン流のコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてはゲストが来ておりますよ。どうぞ。イエーイ、どうも。イエーイ、では紹介しましょう。常田慎一郎さん、そしてグリーンピースの慎さん、はい、そして酒井さん、ゆきさんです。お願いします。だから時期ですね、孫ダッシュとかも多いですけどね。孫ダッシュ、おばあが孫に行かす。ああ、買ってこいっつって、ね、あれ死に高いですよね。でも高くないよや、最近買ったことない、高くないよや、死にいい値段だよや。何をフォローしてる場合や。ちょっとな、ちょっとわかるけどな。続いてこちら。いや、全くキッチから3件やほらや。マジで美味しいよ、うん、美味しい美味しい。キープレンカーズリーさん、こちら皇族者、うん、大名行列、俺の祖父は、どういうこと、皇族者大名行列、俺の祖父。ああ、おじいちゃんが遺伝してるから、原因作って、大破が大破だなと思ったら俺のおじいだった。あ、ことあ、ありますね。わかりました。じゃあ、はい、うーん、僕はもう個人的にやっぱりもうこれなんで、あれ、お願いしたい。はい、イブネーム、やけなよめさん、やけなよめさん、はい、おめでとうございます。はい、これはデイジイライラ、車の中に殺虫剤撒いても殺虫剤の匂いして、違うか、嫌なダッシュボードがキキ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 キ。はい、ではあり、はい、おめでとうございます。最優秀作品に選ばれたヒープーネーム、やけなよめさんにはこちら、沖縄県トヨタグループより30分の1精密スケールミニカー CHR をプレゼントします。これはかっこいいですね。めっちゃかっこいい。はい、じゃあアリからお知らせ。はい、はい、ハイブリッド沖縄、ハイブリッドの沖縄トヨタから新型車の情報が届きました。世界中のユーザーから愛され続け高い評価を得ているハイラックスが国内復活のリクエストに応え13年ぶりに日本市場に帰ってきました。衝突回避システムなど搭載で安全面に最大限の配慮、 2.4 リットルディーゼルエンジンを搭載し優れた環境性能を実現、走行距離リッター 11.8km と低燃費化も実現し実用性も格段に向上しました。またエクステリアにはタフ&エモーションをコンセプトに迫力と躍動感を表現、世界中で鍛え抜かれたタフさを感じさせます。世界中で愛されるピックアップカートヨタハイラックス、沖縄トヨタの本社実着店茶壇店で体感しましょう。はい、いいなぁ、かっこいいなこれ。はい、以上カーセン流のコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてはゲストが来ておりますよ。どうぞ。イエーイ、どうも。イエーイ、どうも。イエーイ、では紹介しましょう。常田慎一郎さん、そしてグリーンピースの慎さん。